リッター・ロベルト・リッターに加盟している。1935年、本結ジプシーの遺伝学的研究を発表。また、教授資格論文として、不老者、詐欺師、盗賊の末裔に関する遺伝学的研究を提出。1936年、帝国衛生局付属人主優生学、人工生物学研究所に所属。連合国側資料によれば、同年に、 新英体に加入している。1941年には、ロモ民族に関する研究が、ナチスドイツのロマ虐殺政策を推し進める論拠として、使用された。1942年に、国家法案本部犯罪生物学研究所へ、1943年に、帝国公衆衛生局への所属を経て、1945年に、フランクフルトアムグマイン市公衆衛生局所属。 1947年には同志職員となった。1948年から1950年8月に、かけ、ポライモス政策の生存者の依頼によって、フランクフルト検察局は、リッターのナチ時代の活動について、調査を行った。裁判において、リッターは、ジプシーは、現実と空想との区別ができないと述べ、裁判所は、承認となった。 ジプシーの証言は信憑性に欠けるとして、訴訟は中止となった。1951年4月15日、オーバーウアゼルのエマルク精神診療所で、高血圧の合併症により死去。ヘルマン・アルノルトによって、死亡証明書が発行された。ありがとうございます。